水府橋は、茨城県水戸市にある、茨城県道232号下水戸線の中川に架かる橋である。水戸市三の丸と同市水府町を結び、初代は国道6号の一部として1932年3月に作られた。水府橋は、茨城県道木部水戸土木事務所管理の橋梁である。現在開通している水府橋は2代目。 1932年3月、水戸駅前から国道6号に合流するバイパス工事の一環として加強され、建設当時は世界的な強行に見舞われた時代に、1日あたり300人の労働を雇用する人海志向によって、わずか1年で完成させた。この当時、全国の自動車保有台数が10万台に満たない時代に歩道を別に設ける設計がなされていた点で、 画期的な橋梁構造であった。水府橋から下流にかけられていたことぶき橋を経由した国道6号は県道に広角となり、水府橋が国道6号になると中川横断の主要交通路となった水府橋を中心に交通の往来が頻繁になり、それまで交通の要所であったことぶき橋の自動車や入馬車、自転車の交通量は軽減していった。 国道6号水戸バイパスが1971年に完成すると水府橋を経由した国道6号は旧道となり県道下を水戸線に広角となったが水戸市中心街へ通じる幹線道路上の橋であることからその後も交通量は増加していった1988年に日本百名橋に選ばれている初代水府橋は新 水府橋開通後に解体されたが、2016年3月30日に、後世に伝えるために設置された、橋梁の鉄骨の一部使ったモニュメントが、茨城県潤いのあるちづくり検証事業2016において、グッドデザイン賞を受賞している。水府橋初代協が80年以上を経て、老朽化及び交通増大によって、福音不足となっていったこと。 1998年8月の中川水害を受けて河川改修場の疎外箇所となっていたことから茨城県では平成15年度から事業化して国土交通省と共に掛け替え工事を進め2013年10月31日に開通した。江戸時代、水戸藩は中川を渡るために船渡しを開設した。明治時代、浜島橋をかけたりするが洪水で流されてしまう。 大正時代、鉄橋として初となる、ことぶき橋が架けられた後、上流に水府橋が架けられた。国道6号水戸バイパス、水戸大橋の開通により、水府橋は茨城県道232号下水戸線に変更となった。2013年10月、急遽の老朽化により、下流側の隣に新橋への架け替え工事が進行し開通している。 A.B. 茨城県土木部道路建設会茨城県、水戸土木事務所、県道下望水戸線水府橋開通、茨城県、2015年4月5日閲覧、長久保公明1981 PP、PP29 から30、長久保公明1981、P173、長久保公明1981、P174、水戸土木事務所、 水風橋モニュメントマッチ作りグッドサイン賞授与式。茨城県ホームページ。茨城県。2017年4月9日閲覧。道路の共用の開始茨城県法。第2533号10月24日。PP3 から4により。ありがとうございます。